今季の中日の連勝は3が最長のまま。このまま4連勝がなくシーズンを終えれば、前身の山陽が3連勝止まりだった1994年以来、79年ぶりの屈辱となる、山陽軍時代以来となってしまうようです。すげえ記録だ、さすが立つ。もう字面がおもろい。米騒動とかの年代と一緒だね。やっぱり立浪は戦時中みたいな状態を目指してるのかな。オールウェイズ立浪。これなのにまだ順位争いできる程度には細かく勝ってるという不思議。普通なら圧倒的最下位でもおかしくないんだが、圧倒的に弱い球団がもう一つあるからしゃあない。また歴史を作ってしまったな。来季は何が起こるのか。大谷と同じ年に大谷に匹敵するペースで歴史的な記録を呼び起こしまくる監督ってすごくない？タッツにお似合いの記録。全然近藤さんですら5歳の時。こいついつも記録更新してんな。ちょうどいいから山陽軍みたいに他の企業に任せちゃいなよ。割と不快ではないんだよね。むしろおもろいんだよね。とんでもない大記録でいいね。今季いろいろあったけど最後まで楽しませてくれるエンタメ球団。立浪監督になってから中日の歴史にとても詳しくなれました。ありがとう立浪。できれば今年でさようなら立浪。7年ぶりの80敗。これが霞むレベルの大記録だな。来季はどんなお笑い見せてくれるのか逆に楽しみ。これだけワーストの記録更新しまくって自分から辞表書かないメンタルもおかしいな。来年もものすごいお笑い言動と采配やトレードが見られると思うと絶望するな。この弱さは後世に語り継ぎたいから、ぜひいろんなワースト記録更新してほしい。でも山陽軍4位なんだよな。試合数少ないからか。歴史に名前刻み込めてよかったやん立浪。思えば森さんや与田さんの時暗黒言ってたのは可愛いものだったね。こんな漆黒の未来が待ってたなんて思いもしなかった。そろそろ笑えなくなってきたな。立浪は名誉ある記録ばかり作っているな。立浪、記録は塗り替えていくものさ。